1月4日のケリヒメスイーツ。お年玉と言わんばかりにプレチケが配布されてる。でも少ないよな、まだ少ないこのプレチケ120枚キャンペーンとか確か来週ぐらいまでだったかな。で、OS アップデートに関するご注意、1月4日、あ、昨日は何もなってなかったけども、ちなみに昨日の分は一応撮ったんですけども、音声データが壊れてて編集するのめんどくさかったんで、いいや、昨日は大休みってペイってしちゃいました。ので、幻の1月3日の回、皆さんの脳内で保管しておいてください。ね、Android の方のは直ってたんだっけ？で、iOS 版においてアイテムソート機能に関する以下の回収内容を反映した。お、11時頃に配信しました。やったねー。ようやく元に戻った。うん。まあ当然ですよね。ひどすぎたもん。並び替えで、あっと。マックスのは？これはどれで選べばいいんだっけかな？すべてだとマックスのやつも出てきちゃうな。ん？治った。治ったというか、アップデートしなくちゃいけなかったんだね。普段さ、ね、アップデートがあったら、アップデートしないとゲームプレイさせないよ、ペっていう状態じゃん。で、ね、アップデートの画面に行き、やるって感じだったんだけども、なぜかプレイできてしまってたってのが、まあ、いっか。治ったし。おかえりおかえり強化画面、これよね。強化かのものとかさ、マックスとかしか並ばないとかさ、なんであんな仕様にしたんだろうね。噂では外注でシステム頼んでそこがミスった説があるけど、まあ細かいことはというか、そこら辺はね、こちらの知れるところじゃないんで。治ったからよかった。でもそれだけ本当にユーザーの声があったんだろうな。おかしいだろうっていう。もしくは社内の人間でプレイしてる人がいて、なんで強化画面変えちゃったんですか、バカなの、死ぬのって言ってくれた人がいたのか。年末年始挟んだからね、ちょっと長めに感じたけども、割と早めに対応してくれたんじゃないのかな。解約系で言うとさ、ツイッターがさ、常にさ、解約を目指してるようにしか見えないよね。ね。ここでね、改善解約話をすると、おっとニコニコ動画とか言うけども、あそこはね、悪くもなってるけど良くもなってるから、とりあえず今日は置いといてくれ。ツイッター。ツイッターさ、基本的に良くなることってないよね。デザインもそうだし、もう誰のエゴで進めてるんだろうね、ああいうの。最近あったクソ仕様だと、メディア欄だろうな。PC 版は元からだったんだけど、あのメディア欄、画像とかの欄だけど、画像と動画も見えちゃうようになったんだけども、見えちゃうというか、並ぶように。しかもその動画ってのが、例えば俺が YouTube とかニコニコに動画を投稿しましたっていう、それまで、自分の動画と認識されてメディア欄に入るっていう。他のあれかな、この動画面白かったって言ってつぶやいたやつとかも入っちゃうのかな。それ入れちゃダメだよね。もしくはもう動画と画像欄で分けろと。自分でさ見返すのもそうだし、周りのさフォロワーとかがその人の画像とか見るときにもさ、すごいスクロールしなくちゃいけなくなるし、あれすごい手間なんだよね。例えばね、なんだろう、動画投稿者、そう、動画投稿者がすごい被害に遭ってる。普通の人だったらね、例えば画像系だったらイラストとかコスプレイヤーとかさ、写真、イラストとかを載せる感じだったら、それだけが流れるけど、動画を結構挟む人は、ね、だってさ、同じ
発信者としてもこういう実況動画とかね、例えば歌い手だったら歌ってみた動画と普段のなんか写メとか飯の画像とか、それはもう同じ人であって別のコンテンツじゃん。そこを混ぜるのは良くないんだなって。なんで混ぜなくて良かったものを混ぜてしまったっていうさ、やらなくて良かったものをやってしまうっていうね、あれが分からんし、あとツイッターはね、ほんとね、殿様商売というか、なんて言えばいいんだろうね、あの問い合わせられないじゃん。大元が日本のじゃないってのもあるけど、まともにあのね、取り合ってくれない、ユーザーの声を聞かないっていうところがダメなんだよな。ユーザーの声をね、全部聞いちゃわない、それは良くないけど、聞かなすぎてさ、大暴動を起こされたさ、ニコニコってサイトがあるだろ。あの例をちょっと参考にしてみてはいかがかな。ユーザーの一応さ、窓口を設けてね、聞く、そのなんだろう、フリでもいいからさ、最悪そのユーザーのヘイトをさ、吐け口がないから余計なんだろう、たまるわけよ、文句が。人と人がやっているのに、人と人がやり取りができない、分かり合えない、なんて悲しい。一応ね、ツイッター問い合わせ先というかあるけど、あれじゃダメだよね。品質の改善向上のためにというユーザーからの声を受け付けてますフォームとかね、あるべきだよ。だって使ってるのがユーザーじゃん、我々。あっちの開発者のエゴ見せびらかしのために存在してるんじゃないんだから。さっきも言った通り、お客様の声第一でも、聞きすぎちゃいけないけど、聞かなすぎだよな。そういうとこやぞ、ツイッター。あ、もう10分過ぎてる。あ、10分過ぎてるけど、これあれか。あの、俺が、ケリ姫のあの、アップデートしてた時間だ。実際の動画の時間は多分、6、7分ぐらいかな。うん、もっと短いかも。さて、今日はこれぐらいにしときますか。で、明日から始まる番組で、あの、メイプルストーリーの24時間ぶっ通し番組で、俺はね、日曜日の16時からラストまでいるんで、うん。またね、あの、ヒゲオヤジマックスカーダっていうね、なんか最近よく見るスリーショットが、YouTube 上で見れると思いますんで、まあ、わかりやすいのがメイプルストーリーの公式サイト飛んでください。そこにね、各配信先の、時間帯によってね、配信先が変わるんで、一応チェックしていただけると、俺のツイッターの固定ツイートの方にも載せてありますので、よかったら見てください。ということで、今日はここまで。また明日。